はい、マッチ力すると星谷でございます。日時はですね、2022年6月7日でございます。はい、今ですね、自立新宿のですね、小ザク SS の、本社のですね、事務所の前に来ております。はい、今日ですね、本日、こちらでですね、警視庁がですね、家宅捜索に入りました。はい、自立支援小ザク SS にですね、逮捕者が、何人かですね、また出ましたので、まさかですね、ここまで根深いものだとは思いませんでした。はい、小ザク SS の自立支援塾のですね、本社の、事務所にはですね、まだスタッフさんが、中でですね、お仕事をしているみたいでございます。はい、3月入居者男性30歳のですね、傷害容疑で職員41歳が逮捕された事件に関し、警視庁捜査一課は7日、事件の際に使われた格闘用グローブを隠したとして証拠隠滅の疑いで同施設職員宮崎千鶴容疑者65歳青梅市と関連施設職員の夫定助容疑者67歳を逮捕した模様でございます。はい、職員の方がですね、続々、出てきております。はい、また捜査一課はですね、7日、他の入居者に暴行したとして同施設職員の中澤雄二容疑者62歳青梅市壁町7丁目を暴行容疑で逮捕したというね、情報も入っております。同課によると中澤容疑者は元警視庁の警察官、逮捕容疑は21年11月28日と12月8日施設内で入居者の男性39歳を引きずって蹴ったりデッキブラシで顔面を押さえたりするなどの暴行を加えたとしている。いやー、びっくりいたしましたね。こんなことをですね、元警察官がやっていたというね、衝撃的な事実が、またニュースとして入ってきました。はい、しかしひどいですね。これまだ逮捕者出るんじゃないでしょうかね。今ですね、ちょうど、施設官、こちらのですね、自立支援塾のですね、職員の方が、勤務が終わってですね、お帰りになっておりますが、運営法人の白井美智子理事長もですね、おそらく、こちらでですね、普段勤務しているのではないかなと思いますが、白井美智子理事長の家もですね、家宅捜索をされている、みたいでございます。はい、報道陣の取材にね、応じ、私は把握していなかったのでびっくりしている、非常に残念で悲しい、きちんと立て直さないといけないと話したということでございますが、これね、立て直されると逆に困りますよね、こんなひどい施設。これ障害者の方とかをね、虐待しているのと同じですからね、これね。いや、まだまだこれ、この話、続きます。はい、青梅市からですね、3人も続けてですね、3人ですね、また逮捕されたというですね、衝撃な、またニュースが飛び込んでまいりました。こちらのですね、自立支援塾、引き続きですね、私、取材をしたいと思います。はい、現場からは以上でございます。マーチを良くすると、細谷でございました。